いや、ねえ、ちょっといいかな。うん。あのさ、こんなこと、君にしか言えないんだけどさ。僕、どうやらちょっと精神的に巻いてるみたいなんだ。笑,笑えるよね、ほんと。みんなの憧れとして振る舞い続けた結果が、これなのかもね。どうも。 最近人肌が恋しくてたまらないんだだから友人である君に頼みたいんだよ僕と添い寝してくれないかなちょっとだけ保健室でギュってさせてくれるだけでいいんだないいだろ <laughs> 君はいい友人だねそれじゃあ早速だけど保健室で寝転がろう 大丈夫。ほんの二、三分だけだから。<laughs> さあ、おいで。僕を癒しておくれ。<laughs> やっぱりいい抱き心地だ。いい気持ちだね。そう。とってもいい気持ち。 女子に抱かれていい気分だね。僕も君もいい気持ち。同じ気持ち。お互いにあったかくなって眠くなってきちゃいそうだ。さあ、落ちようか。3、2、1。 君の体は気持ちよくふわふわに包まれている。ふわふわ。ふわふわ。いい気分だね。とっても心地いい。こんな気分になれるのは、そう。僕に抱かれてるからだね。僕がぎゅーって抱きしめているから、君は気持ちいいんだね。いいんだよ、気持ちよくなって。 気持ちよくなっていいんだ。君はこの気持ちいいのを求めてきたんだそうだよ君はこの気持ちいいのが好きだから保健室で彼女に抱きしめてもらってるんだ彼女そうだよ君の彼女君は今彼女に甘やかしてもらっている 君はかっこいい女性に甘やかされるのが好きなんだ僕のような女子が好きでたまらない僕を見ると甘えたい気持ちでいっぱいになるだって甘えてギュッてすればふわふわ気持ちがよくなるんだからだから君は僕と恋人なんだよねそうだよ君は僕の恋人 ただの友人じゃない。そうだね。前はそう言ってた。僕から告白したんだよ。なのに君は断った。ああ、いけないいけない。<laughs> 本当はこうだった。君が僕に恋をした。あの体で抱きしめられたら、あの甘い声色で囁かれたら。 きっと幸せになれるって気づいてたんだだから今だってほらとっても幸せ君も僕も抱きしめ合って幸せなら恋人だよねだから僕も君の彼女になることにしたんだよ <laughs> そうだよ君は僕と恋人 そう。心の中で言ってごらん。僕は彼女に抱かれるのが大好きです。って。<laughs> かわいい彼氏くんだね。さ、もっと抱きしめてあげよう。ちょっととは言わず、ずっと抱きしめられたいよね。<laughs> そうかそうか。なら、ずっと抱きしめてあげる。 僕の彼氏君として、未来のお婿さんとして、たっぷり可愛がってあげるからね。